見つからなかったね。いいの、頑張ったんでしょ。あなたを待ってるから。いつまでも一緒にいられたら。よかった。大丈夫か。しっかりしろ、息子よ。もうちょっとだ。すぐに良くなる。お前は大丈夫だ。こんなところで死ぬんじゃないぞ。絶対に許さんからな。寝るな。寝るんじゃない。お前を見つけたんだ。ようやく。これは導きだ。しっかりしろ、アルショム。
生きてる、よかった。また一人ぼっちになったかと。起きて、ねえ。寝てるよ。もう放っておくしかないね。ここからはまっすぐなんだ。運転を教えようとしてくれてたんだけど。ねえ、お願い。
生きてるのが不思議なくらいよ。アルチョム、みんな気をつけろ。アルチョムはかなり被爆している。大佐の体も測定できないほど被爆していた。カウンターが振り切れた。頑張れアルチョム、絶対に治してやるから。どうしてこんなことに。緊急輸血ね。できる限りの血液が必要よ。緊急輸血だな。それで助かるのか。それで少し延命できるというだけよ。血がある。彼の血液型は AB 型。誰からでも輸血できる。全員ここに集めて。やるな、アルチョム。今寝るんじゃダメだ。目的地はまだ先だろう、アルチョム。まだついてないし、まだまだ遠い。ここはお前の駅じゃない。ただの行き止まりだ。ゴールなんかじゃない。聞こえてるか。私たちだけじゃ血液が足りないわ。足りない。しないで。こんなことなら薬なんていらない。私は大丈夫。でもあなたなしでは生きていけない。やめなさい。そんなことを言ってはダメよ、アンナ。やったんだぞ、アルトム。お前のおかげでアンナが今こうして生きてるんだ。わからないのか。その通りだ。そこまでよ。もう輸血は無理よ。わかるでしょ。みんなこれ以上は。アンナ、あなたは少し休みなさい。父さんも死んだ。あなたまで置いてかないでよ、アルチョム。わかるか？俺だ、ユージーンだ。エキシビションの忘れた？ここでずっと待ってたから。それでも親友かよ。ついてきたら用があったら来いよ。ここにいるから。時間はたっぷりあるんだ。どれだけ話そうが大丈夫さ。本当にな。いや、アルチョム、ここで会うとは思わなかった。君には別の運命があると思う。まだエキシビションから来たばかりの少年だった頃を覚えているよ。いつか母親の顔を思い出すことを夢見るような子だった。植物園のエアロックを開けたのもそれが理由か。成長したものだ。私はメトロに戻るが、君はここでは日が昇らないんだ、アルチョム。この列車を止めることも降りることもできない。そしてここには駅もない。一生をかけて闇を見つめる勇気と忍耐のある者だけが光を目にすることができる。
覚えているか。となれば忍耐が足りなかったのか。兵器がないから何だと言うんだ。誰が止まりたいなんて言った。さあらポンコツめ、もっと加速しろ。我々がこの場所を揺らすんだ。死んだものを輝かせるんだ。さて私はもう行くよ。そうだな、みんなによろしく言っといてくれ。故郷の連中には私から伝えておこう。おお、よく来たな。お前を俺の右腕にしてやろう。長旅になるからな。何せ終わりがない。頼りにしてるぞ。で、何を待ってる？謝りたいのか？それは違うぞ、アルチョ。全員がやるべきことをやった。兵士の義務は敵を撃つことだ。質問をすることじゃない。お前は全力を尽くした。私もそうだ。よくやったと思う。残りは生きてる者に任せておけ。おい、あれは何だ。こいつは妙だ。こんなのを見るのは初めてだな。よし、ちょっと我々で止めてみるか。手を貸せ。さて、アルチョム、見に行ってこい。今なら降りれるだろう。無意味よ。幸せになれる場所を見つけたのに、そこにあなたがいないなんて。夢見ていた暮らしを手に入れることはできなかった。でもあなたは私のために全てを投げ出した。そういうところ大嫌いよ。あなたに別れを告げるのも、一人残されるのも辛い。でも私は生きる。あなたを愛してるから。本当に愛してる。さよなら、アルチョ。